ホンダ RA272 は、ホンダが1965年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラカー。ホンダが F1 初優勝を記録したマシンである。RA2721964 年に登場した RA271 に続く2作目のホンダ製、イ1マシン。この年限りで1.5リッターエンジン規定が終了するため、 完全なニューマシンは製作せず、RA271 をベースに開発を行った。チームには、テストドライバーとしても優秀な腕を持つ、リッチー・ギンサーが加入した。RA272 は48バルブ、1495.28cc の水冷、V 型12気筒エンジンを横置きで搭載し、13000回転で 230bhp を発揮した。 同エンジンは14000回転まで問題なく回り、1960年代のエンジンとしては異常に高回転のエンジンであった。実践経験をもとに、車体各部は改良され、リアサスペンションのコイル、ダンパーユニットはインボードから一般的なアウトボードに変更された。使用素材の見直しにより車重は5 2 5ラムから4 9 8ラムまで減量されたが、 それでも最低重量規定より 48kg も重かった。タイヤメーカーはこの年から第員1参戦を開始したグッドイヤーと契約した。第5戦イギリス GP ではギンサーが予選3位を獲得し、決勝ではスタートでトップに立った。RA272 は驚異的な加速力を持ち、第6戦オランダ GP ではギンサーが最初の2周で ラップリーダーとなったが、レースを通じての安定性が欠けていた。ホンダコレクションホールの RA272 チームは、第7戦ドイツ GP を欠場して、大改造を行い、エンジンマウントを 100mm 下げたほか、ボディ、モノコック、サスペンション、排気管などにも手を加え、第8戦イタリア GP から B スペックを投入した。最終戦メキシコ GP では、コーチ対策として、 中村義雄監督が入念なエンジンセッティングを行い、事前テストも行った。レースでは予選3位スタートの銀サーが全周回トップで優勝し、ホンダに会一発勝利をもたらした。また、グッドイヤータイヤにとっても記念すべき会一発勝利となった。チームメイトのロニー・バックナムも5位に初入賞し、初のダブル入賞も達成した。 現在は11号車と12号車は1台ずつ、ホンダコレクションホールで胴体保存されており、イベントなどで頻繁に走行している。2020年には日本自動車電動が選ぶ歴史遺産車に選ばれた。ありがとうございます。